白雲の章、古月の節、戦乱の幕開け。月明かりのさやけさを共に感じながら、人々は一年の終わりを思い忍ぶ。別れを惜しみ、出会いに胸を膨らませ、それぞれの道を歩いていく。徐々に濃くなっていく春の気配をよそに、空にはただ古月が浮かんでいる。何かを象徴するように。アドラステア帝国がこのような暴挙に出るとは、実に由々しき事態です。エーデルガルトの邪神を見抜けなかったのは痛恨の失態でした。言わずもがな、フォドラ全土の征服だろう。そのために得体の知れぬ輩と共謀し、あろうことか聖母まで怪我したのだ。もしや彼女はセイロス教を否定することで自身を神格化しようとしているのか。神託を持って名付けられたアドラステアが女神にアダナスなど断じて許されません。急ぎ帝国の動きを止める手立てを。戻りました、レアさん。シャミア、ご苦労でした。帝国の動きはつかめましたか？帝国の本軍はガルグマクを目指して進軍中です。途中エーデルガルトの軍と合流し、あと2週ほどで到達するかと。わずか2週間、いくらなんでも早すぎる。それでは防備を固めるので精一杯ではないか。すぐに近隣の村々に通達を。ガルグマクの住民にも避難を命じよう。はっ。お聞きなさい。敵がこの大修道院まで攻め寄せれば、私も戦場に立たざるを得ないでしょう。私に万一のことがあれば、その時はあなたに工事を託します。あなたはもう自分が何者なのか気づき始めているはず。いえ、記憶を取り戻しつつあると言った方が適切でしょうか。もともと私はあなたの代理に過ぎぬ存在。あなたがフォドラの民を導くのです。レア、全て打ち明けてくれ、頼む。あの者は神祖なのか？あの者は彼女の器、体の内に神祖の力を宿したもの。やがて器は力と一つになり、彼女が、神祖が地上へと戻られる。やはり君は禁忌を。だが後戻りはできないか。あなたにも、あの子を、いいえ、彼女を助けてほしい。神祖が再び地上を滑るその瞬間を私は待ち望んでいるのです。わかった、今は君の言葉を信じよう。レア様、お兄様、私もあの方をお助けします。フレン、聞いていたのか？ああ、そうだな。あの者はお前の命の恩人で、そして我らが同胞であるかもしれないのだから。感謝します、セテス、フレン。神祖に連なる者としてその使命を共に果たしましょう。
僕にも合格できた。メルセデス、本当に申し訳ないんだが、手を貸してくれないだろうか。あらあら、この街灯、裾が破れてるわね。だけどこのくらい作ろっちゃえば。情けないことこの上ないんだが、裁縫にはこれまで無縁だったもので。あら、じゃあ前に私が服の裾を破っちゃった時も困ったでしょ。まあそうだな、それなりに、いやかなり。頼む、俺に裁縫を教えてくれないか。お前の腕はかなりのものと聞いた。もちろんいいわよ。そんなに申し訳なさそうな顔をしないで。本当か、ありがとう。恩に着る。じゃあ道具を取ってくるからここで待っていてね。ごめんなさいディミトリ、私にはその。この際正直に言ってくれ、もう面倒を見きれないと。縫い針を折っちゃうだろうなっていうのはなんとなく想像していたんだけど、まさか針どころかハサミまで曲げて壊しちゃうなんて。本当に申し訳ない。普段は気をつけているんだが、細かい作業ではどうにも力の加減が。いいのよ、ただここまで来るとちょっとおかしくって。自分のバカ力が今ばかりは恨めしい。やはり裁縫など俺には。あら、諦めちゃうなんてもったいないわ。あなたはちょっと慣れてないだけよ。苦手でも諦めずにやれば上達する。あなたが私に言ってくれたことじゃない。そうだったな、俺らしくなかった。もう一度やってみよう。ええ、その調子よ。それじゃ再挑戦ね。とりあえず糸を針に通して。お、しまった、また縫い針が。まあどうしたのかしら、お鍋からこんなに煙が出るなんて。メルセデス、どうしたの。うわ、なんだこの煙。目がかゆい、鼻が痛い。あら、アッシュ、いいところに。お料理がなかなかうまくいかなくて。一体何を入れたのさ、こんなことになるなんて。この香辛料とその調味料と、それからそこの棚の香草を入れて油で炒めたわ。その香草、目つぶしの煙幕にも使う一番辛いやつだよ。ああ大変だ。とにかく火を消して鍋に蓋をして。よし、これで煙は収まったけど。大変。食堂にいた人たちは大丈夫じゃないみたいね。皆さんすみません、とりあえず食堂の外に出てください。なんとかなったね。怒られただけで済んでよかった。もし敵襲だと勘違いされてたら危うく大混乱だったよ。本当にごめんなさいね、私ったらいつもこうで。いや違うよ、僕がちゃんと香辛料や香草の扱いを教えていればよかったんだ。はあ、僕ってダメだな。今だって
もっとうまくやれてれば。そうね、私も次はもっとうまくやってみるわ。次はってメルセデス、もしかしてまだ続ける気？あら、もちろんよ。だってもったいないじゃない。もったいない？失敗したままやめちゃったらそれで終わりになっちゃうでしょ。確かに、それもそうだね。そっか、そういう考え方もあるんだな。あ、そういえばさっきの構想、多分油で炒めたから煙が出ちゃったのよね。だったら水を入れて煮込んじゃえば煙も出なくなるんじゃないかしら。ねえアッシュ、それならどうかしら。え、ああ、うん、煮込むんだね。そうだね、それならきっと大丈夫だよ。よかったわ。じゃあ次はもっと頑張るわね。シルバンか、確かに見てくれはいいわよね。それに名家の着手ってことは生活には困らなさそうね。ちょっと年の差が気になるけど、もう何年かすれば平気になるかも。最初は想像しづらかったけれど、彼ともありかしら。ありよね、ありかも。え、あら、噂をすればあそこにいるのはシルバンじゃない。でね、ひどいのよあの男、私のことを散々もてあそんで。君は魅力的なのに男運がないんだな、もったいない。そんなひどい男と付き合うくらいなら俺と付き合うなんてどうだいな。え、やだ、何を言ってるの。本気にしちゃうわよ。俺はいつだって本気さ。俺の目を見てくれ、これが冗談を言う男の目かい。やだ、私本気になっちゃいそう。どこか別の場所に連れてって。よし、じゃあ向こうでゆっくりと愛を語り合おうぜ。もちろん二人きりでな。恐ろしいものを見たわ。いえ、おぞましいと言っても過言ではないわね。まさに軽薄さが服を着て歩いている感じ。さすがにあれはないわ。見た目も血筋も何もかも悪くないのに、まともな将来を送れそうにない。主は二物を与えずってことよね。あ、もしかして私には美貌と歌姫としての名声が与えられてしまったから、いい男に巡り合う機会はもう与えられないのかしら。主よ、どうかお願いします、私に男を。あら、チリラじゃない。こんなところで寝ちゃって。ここは暖かいから眠くなっちゃったのね。かわいい寝顔だわ。さてと、本の続きを読もうかしら。おはよう、ゼリル。よく眠れた？メルセデスよ。そろそろ名前くらいは覚えてほしいわね。ごめんなさい。覚えてはいるんだけど、長い名前は言いづらくて。ああ、
あなたパルミラ出身だったわね。ここの生活に不自由はないかしら。うん、ないよ。毎日ちゃんとご飯を食べられるし。ここに来る前はちゃんと食べられないような生活をしていたの？まあ、パルミラでもフォドラでも修道院に来る前はいつもお腹空いてた。そうだったのね。あ、そうだ、よかったらこれおやつにどうぞ。え、でもこれからはたっくさん食べて昔の分を取り戻さないと。ありがとう、メルメス。メーチェでいいわ。親しい友達は私をそう呼ぶの。ありがとう、メーチェ。それじゃあ、僕まだ仕事があるから。あの子、お友達と遊んだりすることはないのかしら。気になるけれど、あの様子じゃ私が何かしても迷惑がられそうよね。少し眠くなってきたな。あら、こんなところでお昼寝だなんて。風が心地よさそうですね。ドロテアか。僕に何か用なの？そうですね、用といえば用かしら。寝転んでるあなたが気になって。でもこんなところで寝るなんて、貴族様には見せられない光景ですね。一応僕も貴族なんだけどな。知ってるよね。ごめんなさい、リン君って貴族っぽくないから。人のあり方は人それぞれだよ。僕はこの生き方がいいし。まあ、気取った貴族にはよくバカにされるけどね。うん、バカにされて悔しくないんです？自尊心が傷つけられたりリン君はしません？自尊心？そんなもの生きるのには不要さ。貴族というと何かと自尊心が高いけど、本当にあなたは変わってるんですね。まあそうかもね。僕の父、内務卿のヘブリング伯といえばわかるかな。あの人は僕と違ってものすごく自尊心が高いよ。例えば軍務卿と犬猿の仲なのは知ってる？父は実のところ軍務卿を評価してるんだ。でも自尊心が邪魔して仲直りできない。そのせいで帝国は文官と武官も不仲さ。政治にも悪影響が出て最悪。ほんと自尊心なんか何の役にも立たないだろ。うん、文官と武官の仲が悪いのはずっと昔からじゃないかしら。内務卿は文官の長なわけだし、勝手に頭を下げたら部下の立場もないでしょ。責任を負ってる分、自尊心もなくちゃ長は務まらない気がしますよ、私は。それに立場や職務に裏打ちされた自尊心は男を魅力的にすると思う。魅力的になる必要なんてある？生きる邪魔にしかならなさそうなんだけど。え？魅力がないと人から見向きされなくなっちゃいません？そしたらずっと昼寝してられるね。楽しそうだな。え？魅力が生きる邪魔？そんなことありえるのかしら？私、帝国の外務卿ゲルズ公恩義あります。彼、
エーデルガルト様、味方しています。私、どうすれば。私、鍛錬忙しくあります。しかし先生、興味。知っていますが、あんな姿は初めて見ました。これまで私たちが見てきたあの方とはまるで別人のようで。先生、お疲れ様です。本日は異常ありであります。ガルグマクが侵攻を受けるのは995年の歴史で初めてのことらしいです。自分の役目はこの門を守ること。敵が退去してこようと絶対に入れません。互いに生き残れるといいですね。健闘と戦勝を記念しましょう。先生、僕この士官学校が大好きです。
入れてよかったっていつも思ってます。たくさんのことを学んで自分でも驚くほど成長させてもらいました。だから壊されたくないんです。この大切な場所を絶対に守りたい。先生にそう言ってもらえると僕も勇気が湧いてきます。絶対に勝ちましょうね先生。すみません、帝国を牛耳る六大貴族のうち半数があっさりとエーデルガルトに従った。残りの3人のうちベストラ公は暗殺、このヒューベルトが後を継ぎ、ベルナデッタの父ヴァーリ伯は蟄居中、サイ君がエーデルガルト派に鞍替えした。我が父は宰相を罷免、エーギル家は実質的な領地の統治権も失うことになった。私はどうすればよいというのだ。すみません、前皇帝は僕の父をはじめ主要な貴族たちに権力を奪われてましたから、皇位継承がすんなりいったのが信じられませんでしたよ。けどよくよく聞いたら、カスパルの父も僕の父もエーデルガルト派らしくて、軍務卿と内務卿が味方についたら軍事と財政を抑えたも同然ですからね。いつの間にかしっかり準備をしてたんですね。帝国のやつらここでぶっ飛ばしとかねえと同盟領も危なくなるって聞いたぞ。ってことは妹も危なくなるってことだ。そんなことには絶対させねえ。何万人押し寄せてこようとお手の筋肉で跳ね返してやるぞ。だけどその前にしっかり腹ごしらえしとかねえとな。エーデルガルトの首を望まれた。俺にとって戦う理由はそれで十分だ。いいも悪いもない。殿下の憎悪は俺の憎悪だ。それにエーデルガルトが何らかの形で4年前の惨劇に関与しているのならば、俺にとっても奴は看過できん相手だ。先生はここでエーデルガルトちゃんと戦うんですよね。頑張ってくださいね。私どうにかして逃げますよ。こんなところで死にたくないんで。そうですね、今頃はファーガスも大混乱でしょうよ。父上の慌てる顔が目に浮かぶようだ。エーデルガルトは何のために多くの諸侯を敵に回すような真似をしたんでしょうね。ですよね。俺も分かりませんよ。分かったところでどうなるって話ですけど、しかし今はうちの大将が心配だな。早いとこ立ち直ってくれればいいんだから。そうですね、帝国軍がこのまま修道院まで来ちゃったら私たちも戦うんですよね。先生、僕たちこれからどうなってしまうんでしょうか。はい、騎士団の方々もいるし、
何より先生もいる。きっと勝てますよね。そうですね。おい、帝国の暴挙は到底受け入れがたいが、ここで迎え撃ったとで勝ち目はあるのか。無論ここにいる限り僕個人としては全力で帝国軍と戦うつもりだが、グロスタール領は帝国領に近接している。今後については慎重に判断せねばなるまい。あのエーデルちゃんが皇帝になって挙兵ね。もちろんいつかは皇帝になるとは思ってましたけど、改めて考えると驚きですよね。戦争になって勝てるのかしら。どちらがって、エーデルちゃんが勝っていいんですか。先生、前節一体何があったんですか。全然ついていけないんですけど、エーデルガルトが皇帝で教団に宣戦、戦争が始まるんですか。どうして。本当にわからないことばかりで、僕どうしたらいいんですか。敵に回してもいいけど、親父と戦うのだけはちょっと。いや、親子の絆がとかじゃないんだよ。本気で恐ろしい相手なんだ俺の親父。まだ魔物の方がいいくらいっていうか。頼むから、ガルグマクに攻めてきてる連中に混じってねえことを祈るぜ。おい、お前も見ただろ、あれがあのイノシシの本性だ。奴を突き動かしてきたのは復讐心。今の今まで取り繕っていたようだがな。まあそれは置いておいてだ。戦争を仕掛けてくるとは。あの女も随分と派手な真似をする。どんな相手であろうと敵は敵だ。情にほだされてためらうなよ。前節ののんきな自分をぶっ殺してやりたいよ。遠征がエーデルガルトで新皇帝だ。それも帝国全軍を支配下に置いてガルグマクに攻め寄せるなんてね。レア様のためにも絶対に返り討ちにする。しなきゃならんさ。本当なら今頃は卒業式の準備や課題で大忙しだったんでしょうけど、こうなってしまったからにはもう戦うしかありませんよね。待ちたまえ。女神に弓を引く愚か者め、これは決して許される行いではない。だが案ずることはない。かの者には必ず神罰が下ることであろう。かつて女神が愚かなる人間に怒り、アリルの血を焼いたようにな。
待っていてください。あの女の首は必ず。本当に戦うしかないのかしら。エーデルガルトはどうしてこんな。先生、大丈夫よ。きっと女神様が守ってくださるわ。先生、理想のために世界の半分を敵に回す、そんなことができる人に勝てるでしょうか。私は逃げてばかりいましたから。そうですね、私逃げません。全力で戦ってみます。先生、また戦争が始まってしまうのですわね。ずっと昔にも大きな戦争がありましたでしょ。もう二度と戦争なんて起こってほしくはありませんでしたのに、戦うしかないのでしょうか。何か用か。それでいいか。よし、終わったぞ。また来てくれ。そうだな、帝国の動きが早いな。エーデルガルトのやつ、だいぶ前から周到に準備してたんだろう。考えてみりゃ、先生が天帝の剣を手に入れるより前から奴らは動いてたんだもんな。何も知らず呪術戦だ舞踏会だと浮かれてた俺たちが後手に回るのも当然だろうさ。エーデルガルトのやつ、目的は何なんだ。一体何がしたいんだ。誰も彼も敵に回してまで教団を潰そうとするシーンがさっぱりわからないんだが。だからって戦争まで起こすか。それにここまでのやり方がひどすぎるだろう。もしかしたら師匠が死んだのだってあの女の巻き添えを食ったんじゃないのか。こんなとこで死ぬなよな先生。死んだら師匠に怒られるぞ。属する者たちは一切の指針を捨てて信仰のために奉仕してきました。銀行心を利用している。そんなことなど一度も考えたことはなかった。教団は、私はただフォドラの民の救いとなれたらと。え？先生。ああ、レア様を守る、それが僕の役目だ。たとえこの命を失っても僕はやらなきゃいけないんだ。それにエーデルガルト、レア様をあんなに悪者扱いしてどうしてあんなことができるんだろう。理解できないや。いいかな。各地での小競り合いや紛争こそあれ、フォドラの内での戦争は数百年ぶりです。近頃は不穏な空気も漂っていましたが、まさかこのような形で幕を開けるとは。やはり私はここにいてはならない。守るべきものを守らねばならない。先生、この戦いを生き延びられたなら私は祖国へ、我が王のもとへ戻ります。各地近く、やはり先生。経験よ、完全に後手に回った。新皇帝の手腕は相当だな。騎士団の目をかいくぐって
あれだけの軍を集めていたとは。あまり言いたくはないが、どう頑張っても勝ち目は五分五分。いや、補充の効く分敵が有利だろう。心して準備しな。まだまだま。隙に悪い連中とつながっていた。帝国軍は私たちには思いもよらない恐ろしい手を使ってくるかもしれません。気をつけてくださいね先生。油断すれば足を救われるかも。襲った一連の事件の黒幕がエーデルガルトだったなんて驚きよね。事実はそんなに単純じゃないのかしら。もっといろいろな国や組織が関わって。やめておくわね。この手の話は得意じゃないのよ。それよりも過激団が心配だわ。私、帝都はどうなっているのかしら。やめ。それよりも聖母には多くの紋章石があったそうだな。それを帝国軍が奪ったと。そんな場所に紋章石が秘蔵されていたなど我が輩は初耳だが、それより気になるのは帝国軍の狙いだ。なぜ彼らは紋章石を欲したのだ。今年は紋章石に関わる出来事も多かった。湖南島や礼拝堂の一件がそれだ。貴族崩れの族や礼拝堂に囚われた生徒は紋章石の力で魔獣となった。あ、まさか狙いはそれか。彼らは紋章石を使って自ら魔獣を生み出そうと。聖母に それより今年貴族と彼らはもう。ガルグマクは絶対に守りきらねばならん。聖母を汚されたことは屈辱の極みだ。二度目を許すなどあってはならない。君も大司教から次を託されたのだ。それにしっかりと答えてほしい。君に頼みがあるのだが。ガルトが団長の仇とつながっていたとは。いや、過ぎたことを悔やんでも無意味。今は粛々と戦いの準備を進めるのみだ。先生、貴殿の力頼りにしているぞ。必ずや不届き者どもを打ち払うのだ。ん？団長、見ていてください。ガルグマクは必ず守ってみせますぞ。
どうですか？何か変化はありますか？帝国軍が迫る中、あなたと落ち着いて話すことすらできないのがもどかしい。ですが、あなたには主の加護があります。どうか主の声に耳を傾けてみてください。主の声があなたに届けば。不覚だったよ。帝国軍の侵入を許すとはね。エーデルガルトは最初からこうするつもりで兵をガルグマクに集めていたのだろう。兵を商人や巡礼者に偽装し、怪しまれないよう少しずつ。随分と用意周到なことだ。迎え撃つには骨が折れそうだな。よくやってくれた。感謝する。どこか懐かしい味だ。これならいくらでも食べられそうだな。好きなものを食うと気合が入るね。よし、この後一勝負といくか。で、
で、生き延びるためには大事だろ。先生、少しいいかな。以前の私は君の才に懐疑的だったが、今は己の見る目のなさを嘆くばかりだ。君が特別な存在であることはもはや疑うべくもないのだからな。この後に及んで君はまだ自分の力を疑うのか。いや、それも無理からぬことかもしれんな。君は君自身について何一つ教えられぬまま生きてきたのだからな。父親であるジェラルトすら君について全てを知っていたわけではないだろう。だが君はそれでいいのか。自分が何者なのか分からぬままでいいのかと聞いている。愚問だったな。己の正体が分からず平気でいられる者などいないだろう。しかし果たして君には本当に覚悟があるのだろうか。真実を知る覚悟だよ。真実を知ることが君の人生にどのような変化をもたらすのか私には分からない。知らなければよかったと後悔することになっても後戻りはできなくなる。それでも君は真実を知る覚悟はあるか。そうか、今日は君にそのことを確かめたかったのだ。大司教が君に期待をかけている以上、私も君を引き続き支えていくつもりだ。いや、私自身が君という存在に何かを期待しているのかもしれないな。いつか君が真実にたどり着けるよう私も力を尽くそう。感謝する。君となら不安はないな。頼んだよ、あんた。うまくいったよ。どうだ？理解が深まったか。上達してきたみたい。ここのコツが分かってきたのかしらね。
以前よりうまくやれるだろう。ここのコツが分かってきたのかしらね。皆聞け、すでに帝国軍は目前まで迫っている。戦える者は武器を取れ、他の者は急ぎ避難せよ。我らには死の加護がある。恐れることはない。勝利を信じるのだ。準備はできてるか。そうしてくれ。分かってるとは思うけど、今の状況は最悪だ。近隣諸侯から援軍は得てるものの、敵は大軍、どう考えても分が悪い。しかも向こうの大将はエーデルガルトだ。彼女の非凡さを侮るんじゃないよ。ようやく来たようだな。今回ばかりは歯ごたえのある戦いになりそうだ。大軍が相手でも僕は絶対に諦めません。最後まであがいてみせます。まったく、こうなる前に一度くらい皇女様を口説いておくべきだったな。きっと主のご加護があるわ。大丈夫よ、みんなで一緒に頑張りましょう。こうなった以上精一杯戦うだけだよね。怖くないって言えば嘘になるけど、王国も大修道院も彼女に渡すわけにはいかない。何としてでも止めてみせます。殿下、ご気分が優れないようですが。気分が悪いだと？何を言っているんだドゥルー。むしろその逆だ。俺はな、今嬉しくて仕方がない。父が、母が、宝友が、あの女の首を、その命を求めている。彼らの声に応えてやれる機会がやっと回ってきたのだからな。もちろん分かっているさ。だがエーデルガルトだけは俺の手で殺す。さあ行こう先生。この命に代えてもあの女の首をへし折ってやる。